さあ、今回も元気にスタートしていきます。パーソナリティの DJ ケチャップです。アシスタント下林純子です。よろしくお願いいたします。さあ、それでは今回のゲストご紹介ください。ご紹介します。有限会社みずほサービス代表取締役岡本健一様にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。岡本社長です。男組の方ですか？ああ、そうですよね。はい、岡本健一さんってよく言われます、はい、よく言われますよね。はい、じゃあもうタイムゾーンでお話をいただきましょう。もうか有限会社みずほサービス、これね、僕ね最近思うんですけど、はい、有限会社ってついてる会社ほどもう今歴史ある会社じゃないかなと思うんですけど、そうじゃないですか。あの先代からですね、はい、私の代に移った時に、はい、もう有限会社そのままにしてくれと、はい、まあ、いつかそのおっしゃられた通り、はい、歴史が長くやってる会社だって言われる日が来るから、はい、本当ですか、ね、そのままにしてくれという話がありましたので、はい、まあ、なんとなく昔は株式会社の方がなんか大きい会社で、はい、 そうね、そういうイメージがあったんですけれども、はい、まあ、逆に会社法が変わって、はい、あの会社を作るのが非常にハードルが低くなったことを考えると、うん、まあ、あのずっとちょっと有限会社で行ってみようかなと。なるほど、変えてますね。だから、ね、まあ、昔は本当におっしゃる通り株式会社があって、なんか株式会社のがなんかこう大きな大企業 で有限会社っていう、まあ、中小企業の会社がいっぱいあったイメージですけど、今も有限会社って作ろうと思っても作れないと ね、全て株式会社になっちゃったから1円からできます ね。だからなんか有限会社っていう名前を残されている方が、この先代がおっしゃった通り、なんか歴史があるんですけど、何年ですか、みずほサービス。はい、あの法人化したのが1982年ですので、はい、もう40年ですね。しております。はい、あ、という中で、じゃあ先代というのはお父様、はい、そうです。じゃあ2代目ですか。はい、はあ、じゃあもう会社にされる前からもじゃあずっと長いこと商売はされてたんですか？いや、それがですね、はい、うちの先代っていうのはちょっと変わった経歴で、はい、あの長野県の、はい、あの農家の生まれで、ほう、結構下から数えた方が早いぐらいの、うん、人だったんですけども、うん、まあ、あの長野県って群馬県と一緒で海がなくて、はい、海が見たいって言って急にあのなんか旧海軍兵学校の跡地の船舶学校っていうのに通ったらしいんです。それで船長さんになりたかったらしいんですが、試験に落ちて機関士長っていうのに受かって、あのタンカーに乗ってですね、サウジアラビアを行き来してたっていうふうに聞いております。しかしなんか、まあ、帰ってきていろんなこともまたやって、で最終的にはあの大手企業さんの下請けの、まあ、あの電気の関係の会社に入りまして、はい、40過ぎまでサラリーマンをやってた人なんですね。ほう。でそこで多分人生設計を変えて、はい、元々横浜でですね、あのうちの生業としてるあのダスキンに加盟をしてやってたんですが、はい、まあ、あのどの企業様も成長する時っていうのはお金がかかるものですから、途中でお金が尽きたらしく、もうやめたって言ったら成長率だけは良かったもんで、まあ、周りの競合さんに行かれると困るということで、まあ、本部の人が付きっきりでなんか面倒見てくれたみたいで、うん、群馬県の高崎市にあの跡取りのない、まあ、同じダスキンの加盟店さんがあるから、うん、そこちょっと来てみないかということで、へえ、あの縁もゆかりもない高崎市にポンと参りまして、お、私が小学校6年生の夏休みに越してきたので、お、もう本当に友達もいなければ知り合いもいないという状況で、あのこの高崎市に住んで会社を起こしたという状況になります。これは映画化しましょう。じゃあみずほサービスっていう会社は前にあった会社をっていうわけではない、はい、違うんです。あのこの先代が継いだ時に、まあ、法人化しましょうということで法人しまして、はあ、このみずほサービスのみずほっていうのは大手みずほ銀行のみずほじゃない、当時ないですよ、当時第一勘業第一勘銀富士銀行の頃ですよ、まだみずほ、はい、長野県のみずほという場所の出身なんですね、先代が。それでみずほサービスという名前にしたらしいです。へえ。で、まあ、ずっ
っとやってまして、私が継いだのが17年前ですかね、あの2代目という形になります、ね、いやすごい、まあ、このエピソードも面白いですけど、このエピソードを全部メモに書いて、はい、あの下書きしてきてるのがすごいですね。さすがやな、よう言えば、さすがダスキンさん、気配りあるわ、いろんなところが。あで、はい、やられてる事業は、はい、ダスキンさんのフランチャイズですか。そうですね、売上の約7、8割は、あのご存知 の、 あのマットモップのダスキンの加盟店をやってまして、実はあのそのダスキンに加盟をしたのは1970年って聞いてますので、じゃあもう50年。そうです、あのもう53年目に入るんですけれども、はい、まあ、くしくも私が1970年の5月生まれなので、はい、ちょうどその時に、まあ、あのダスキンに先々代が加盟をされて、うん、でダスキン事業部自体は私でもう4代目になります。え、じゃあひいおじいちゃんか。いや、全然血液関係がない。高崎でってことですね。高崎で縁がないけれども、やってた人っていう部分です。はい、そうなんですね。あそこから数えていくっていうこと。そうなんです。なるほど。でもお父さんはもちろんダスキンやられてたんでしょう。はい、そうです、そうです。横浜で、はい。あ、そうなんです。でもまあ一度そのお店を閉めて、まあこちらの新しい方のお店。もうお金なくなったからもうやめるわって、いややめんとやめんと、高崎行けよって言われて、そうなんです。お父さんもじゃあ行こうかって。そうなんです。すごいですね、サウジアラビア行ったり、なんかいろんなことを先代はやってて、なんか映画のエキストラだったりとか、なんだっけ、なんかとにかくいろんなのやってまして、うん、まあその先代のアルバムを見たときにページめくるたんびに違う格好してました。何をやってたのか。僕本当お会いしたことないのに勝手なこと言うと、ちょっとぶっ飛んでる方なんですね。そうですね。ちょっと変わった人も。いやでもそういう、だからこそ、じゃああれですか、今、はい、岡本健一社長、はい、現社長は、はい、小学校の頃からも高崎。あ、そうです。小学校6年の夏休みに高崎来て。行くぞと。そうなんです。子供に全くその相談がなく、ね、しかもあと半年で卒業やのに、なんちゅうことしてくれんねんっていう。そうなんです。へえ、ぶっ飛んだお父さんですよ。まあでもダスキンのそので、まあ、いわゆる群馬で高崎でやられた方の、まあ、会社を受け継いで、はい、まあ、今でいう M&A 的な ね、でも今、まあ、そういう会社も増えてるでしょ、群馬も。多いですよね。その、あと鳥がいない会社を誰かが引き継ぐみたいなのはあるかもしれませんけど、はい、じゃあダスキン、まあ、ダスキンの方は絶対忙しいと思いません？今はね。だってもう今こう除菌だ、コロナで2年間、そう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 、もうみんなおうち時間も増えたし、衛生に対してとかいろんなところに気配りがあるから、やっぱお忙しくなったんじゃないですか。そうですね、あの実はダスキンもその50年以上の歴史の中で、うん、最初はあの綺麗を科学するダスキンという標語があったんですが、うん、あの先日変わりましてですね、はい、あの衛生環境を整えるダスキンと、いやー、みんなが乗っかってますね。はい、乗っかっちゃった。やっぱりそのウイルス抑制成分入りの吸着剤と呼ばれる成分に全部マットモップはみんな変わりましたし、清浄機であったりとかそういう衛生商品っていうのはやっぱり見直されてきましたので、おあのそういうラインナップに全て変わりました。へえ、なるほどね。じゃあやっぱ お忙しいの。まあそうですね、あの例えば先ほどの空気清浄機に関しても、まあ、買ってきて置いてあればいいやという方が多かったんですが、本気でそのウイルスを抑制したいという方の人口が増えましたので、例えばまあ山田電機さんに行って空気清浄機買ってきて、自分でその月に1回フィルターを自分で交換ができればいいんですけど、なかなかそういうことができないものですから、うちのやっぱりあのダスキンにお任せいただいて本体のメンテナンスとフィルターの交換を、家庭用も、あ、家庭用も業務用も全部あります。じゃあ絶対儲かってるやん。絶対儲かってるわ。ダスキンってダストと雑巾ですかね。よくご存知で、はい、あ、そうなんですか。そうですよ、埃を雑巾でっていう、はい、そういうところから造語でダスキンですもんね。もともとの創業者はあの株式会社雑巾にしたかったらしいんですけれども、あ、そうなんですか。さすがにその当時の若手の従業員さんから、うん、まあ、どこ勤めてんのって雑巾だよって言うとちょっと恥ずかしいので、ダスキン、それでダスキンにしたらしいですね。まあ、じゃあダスキンって聞いたら
もう衛生面とかお掃除だけじゃなくて、いろんなリースもやられてますもんね。あ、そうですね、うん、あとはあのご存知かもしれないですけど、ミスタードーナツ。そうなんですよ。そうですね。そうですよ。そうです、そうだ、はい、ミスドはダスキンさんのフランチャイズですから。はい、そうなんですね。あ、ミスタードーナツさん、まあ、昭和45年らしいです、ちょうどね、うん、あのそれまでモップとかマットをやっていたダスキンが、まあ、将来を見据えて多角化宣言というのをしまして、あのやっぱりミスタードーナツっていうのはもともとアメリカから来たんですけども、はい、アメリカはその当時あのダンキンドーナツとミスタードーナツがあって、はい、調べましたらそのダンキンドーナツとミスタードーナツの社長の奥さん同士が兄弟らしいんですよ。へえ。まあ、日本でいうとその当時ドーナツっていうと揚げパンの中にあんこが入ってるようなあの丸いドーナツが主流で、そんなに何十種類もドーナツがあるのかということで、うん、まあ、本部の人間がアメリカに渡って、あ、まあ、あのいろんなドーナツを見て、これは日本に持ってきたらいけるんじゃないかということで日本に持ち込んだんですね。そうですよね。だから今正直言うとアメリカはダンキンドーナツはそのまま人気あるんですけど、ミスタードーナツはアメリカで見ることないですからね。そうなんです。その当時同時期にですね、うん、ダンキンドーナツも実は日本に持ち込むことがありまして。あ、そうなんですか。あれは天下の西武さんが、あの、へえ、まあ、競争のようにフランチャイズ展開したんですけれども、まあ、あのダスキンの方がうまくいったと、まあ、ですから、まあ、日本ではドーナツというとミスタードーナツが主流になったという形でしょうかね。なるほどね、はい、全然みずほサービスの事業と関係ない、うん、そうですね、ただの豆知識喋ってくれてる。扱ってないですよね。そっちはやってないですよね。だからダスキンさん自身があれなんですよ。だからフランチャイズですよね。そうです。もう全国にあるダスキンさんほとんどフランチャイズ。そうです、そうです。何店舗ぐらいあるんですか。もう多分2000ぐらいだと思います。まあ、ただ直営も最近増えてきましたので、あの直営のお店と、まあ、個人でやってるお店とバラバラなんですけれども。だから今、はい、みずほサービスさんの、はい、岡本さんのところは、はい、この、まあ、いわゆる衛生面 の、 そのお掃除だけじゃなくて、はい、70%、80%、はいはい、残り 20% は、あとですね、ダスキンメディメイドと申しまして、一般家庭の定期的に主婦の代わりにお掃除をする事業部がございまして、あら、まあ、女性がお伺いする事業部、あとはあのダスキンサービスマスターといいまして、うん、まあ、エアコンの内部の洗浄であったり、こういう床の洗浄したりとか、そういう専門お掃除の部隊と、だいたいまあその3つぐらいで、あとはあのドリンクサービスといいまして、天然水とオフィスコーヒーの宅配サービスというのをやっております。うーん、はい、ここじゃあ個人向けと、あと業者、はい、あの企業向けと両方、はい、紹介じゃなくてもあの興味あれば、はい、もちろんです、はい、なるほど ね、いやいやいや、いろいろもう変わってきてますけど、だから今言うてらっしゃったでしょ、東京の方ももうそうですけど、今やっぱりあれですもんね、こう家の家事を代行する仕事ってめちゃくちゃ増えてきてるから、掃除だけじゃなくてね、今度多分ダスキン料理作るとかいい、絶対狙ってますよね。あのもうすでにあるんですまして、サービスとして、はい、ただあの難しいなと思ったのが、 A さんが来ると美味しいんだけど、 B さんが作るとなんかだっていう、あやっぱり出ますので、その辺がちゃんときちっと統一された形が取れていけば、あのいいかな、そういう依頼は確かに多いですね。なるほどね、はい、だから家事代行みたいなところはこれからのあれじゃないですか。そうですね、家事代行と、もう一つは多分、はい、このね、あの車に乗れない高齢者をこうどうやって運ぶかみたいなサービスですね。いろいろあると思いますけども、でもまあ このお仕事をやっぱり個人ででもできるけれども、ダスキンさんのフランチャイズでやることの方がメリットあったりするんですか。はい、やっぱりあの商品開発力が、あの他メーカーより素晴らしくてですね、先ほど申しましたあのマットとかモップに含まれる吸着剤と呼ばれる薬も、うん、あのまあコロナ禍になりましたけれども、そのコロナに似たウイルスをその吸着剤に入れますと、はい、約1分であの飽和するという実験結果が出てて、これダスキンで特許を取ってるんですね。で他メーカーも同じようなことをしてるんですが、やはり同じ実験すると約飽和状態にするのに1時間かかると、
ということですので、まあ、あの取ったウイルスも、まあ、モップとかマットに付着したものも飽和状態にしていくと、そういうことで、まあ、感染を防ぐという技術がダスキンにはありますので、うん、今日の話聞いたらね、そのダスキンのフランチャイズでやりますか、本部の人ですか。そうですよ、ね、事業愛が強いっていうのはすごく伝わってきたのと、そうです、はい、あとあの地域密着っていう意味では、はいはいはい、ダスキンさんベガサスのスペシャルマッチもやってくださって、あ、そうですね、先日、はい、はい、なんか200人ぐらい集まったっていうんでお聞きしておりまして、はい、よかったなと思います、はい、もう、いやもうこれからダスキンやってこそなので、来年もペガサスのこういうスペシャルマッチやっていただいて、はい、もうね、まあもうこれだけなんかもうね、おしゃべりも上手ですけど、まあ自分の事業を通じてどんなこう次世代にこの街を残していきたいか、ちょっと最後思い聞かせてください。私自身ですね、あの高崎へもゆかりもないところで来まして、うん、このままじゃいかんなと思いまして、うん、まあ、ご存知のように青年会議所であったりとか、現在はあのロータリークラブというのに所属をしまして、まあ、非常に仲間も増えましたもんですから、それを通じて、まあ社会貢献、また企業っていうのはやっぱり従業員を大事にするのと同時に、周りのやっぱり、地域を活性化するという使命もございますので、周りの仲間とともにですね、街を盛り上げていければなと思っております。いや絶対なんかやってるじゃない、もうここのバッジがもう少し大きくなるバッジになってもいいんじゃないかなっていいですね、ぐらいなんかお話も上手ですし、はい、ぜひなんかね、この岡本さんがこのみずほサービスさんとともにね、綺麗にして世の中綺麗にしていただいて、はい、はい、やっていただければなと思っております。ダスキン入ろうかなということで、今回は有限会社みずほサービス代表取締役岡本健一さんに素敵なお話いただきました。岡本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。